ツヤっぽいダークチェリーのリップを主役にドレスアップパーティーメイク。リップの人気のナーズから売り切れるのが早そうな限定発売のツヤのあるダークチェリーリップが登場。スムースな伸び心地のリキッドリップタイプ、カラーを楽しみたいのでアプリケーターでたっぷりと塗って唇を重ねてなじませて、よれ防止のため余分なリキッドをティッシュオフします。仕上げにきつい印象になりがちのダークカラーなので、唇の中央にさらにリキッドをプラスして指でなじませることで立体感と女性らしい丸みをプラス。キラキラ感と値段も可愛いジェルアイシャドウ、偏光パールが肌になじみやすいピンクベージュのツヤ感をプラスしてくれます。大きめの平筆で上まぶたは中央に重ね塗りしてラメ感をアップ、下まぶたは全体にさらりと塗る程度でラメ感を抑え気味にすることで品のあるツヤ感のある目元に。メイベリンから肌なじみのいいピーチブラウンのアイライナーが登場。黒目外側のまぶたのくぼみ部分から二重の延長線上に三角形の山が来るようにフレームを描いていきます。形を決めたら三角形の中を縫いつぶして輪郭にエッジを加えます。変形ラインも同系色でまとめると可愛くなるので、ぜひチャレンジしてみてください。失敗部分は綿棒で最後にオフします。ローズゴールドのハイライトとコーラルチークの2色のグロースティック、トムフォードの夏限定アイテムはパッケージもツヤ感も素敵。チークを頬骨下につけて指でトントンとなじませていきます。発色の足りない時はさらに2度塗りして調整していきます。ハイライトは鼻筋と頬骨の高いところにつけて指でなじませます。この時軽いタッチで何度もなじませるとツヤがアップするので、いつもより多めにタッチして